今日はですね、ロサリアを使っていきます。ロサリアの誕生日が1月で、1月の時にね、なんかロサリア誕生日記念で妖怪ロサリアを使ったんですけど、かなり強くて、てかそもそもの話ね、星4の氷元素の火力組、まあ、超運とかロサリアとかガイアですね、そいつらが結構もともと優秀で、まあ、ロサリアもかなり優秀です。スキルの倍率も 369% テンプレベル11でクールタイム6秒でね、純粋に火力が高く使いやすいスキルとなっております。でこれで敵の裏からねスキル当てたらね、回心率 12% 上がるんで強いで爆発がこのバーディクトバーンつって氷の領域を展開する効果で、まあ、凍結ではめるのもいいですし、シンプルにこの爆発火力が高いです。臨終の精霊、名前かっこいい。栄翔した時に倍率が 487% の定期的に 251% の衝撃波を出すということで、まあ、シンプルに使いやすいです。で継続時間が8秒っていうのがちょっと短いんですが、まあ、2突したらね4秒増えてね12秒になって 1.5 倍で、まあ、超強いです。ロサリアの銃撃は原神1の倍率だしな。あーまあそうね、ロサリアは一応銃撃の倍率がね槍の中では一番高かったかな。あのフータよりもね銃撃倍率高いです。まあとはいえやっぱ銃撃使うならね、やっぱり銃撃はね硬直長いからね、まあ生かすならフータが一番なんやけど、で物理型でも使えるし、結構ロサリア私は好きですね。なんですけど、そんなロサリアがね特に強い使い方がありまして、それが妖怪ロサリアで、特にねセノのモチーフ武器のこの赤さの杖が出てからはだいぶ妖怪ロサリアがめちゃくちゃ強くなりましたね。この武器の効果がねなかなかすごくて、回心率塊です。まあ、回心率最大値の 44.1% 回心めっちゃ上がるし、効果が元素熟知のうちの 104% を攻撃力に変換します。なので今ちょっとロサリアをね熟知特化の金メッキ4にしてるんですが、熟知432あります。だから赤さの杖の装備効果だけでね攻撃力が今もう432ぐらい上がってる、400上がってます。で赤さじゃなかったら今攻撃力1600ですね。でさらに赤さの杖の効果で敵にスキルを当てるとなんかマークが増えまして、そのマーク1個につき攻撃力が上がります。敵にスキルを当てると3つまでねスタックが溜まって、1つにつき熟知のうちの 56% まで攻撃力が上がっていきます。でこれがね結構ロサリアと相性が良くてね、ロサリアの元素スキルはスキルダメージ111プラス258で判定が2個あるじゃないですか。だから赤さの杖の判定がね2個溜まります。いきなりスタックが、はいはい見て2個ついてるでしょ。こんな風にスタックが一気に2個溜まるんですわ。だからほら攻撃力2527、やべえぞ。熟知400あって攻撃力2500はやべえのよ。でクールタイム6秒なんでまた使って、はいフルスタックです。赤さの杖のスタック3で攻撃力2768、気持ちよすぎる。貫突してるってのもありますけど、無突だったら半分かな。熟知のうちの 272% 攻撃力上がるんで、まあ、今熟知430だから赤さの杖の効果だけで攻撃力1000上がってます。やばいよ。だから回心率 44% 上がるし、攻撃力1000上がるし、でしかも別に攻撃力じゃなくて時計熟知ですからね。でさらに今生物金メッキ4なんで、金メッキ4発動させたらもっとやばいわ。元素反応を起こしたら熟知が上がるので、これでどれぐらい金メッキ4セットの効果で元素反応を起こしたら熟知が150上がります。で当然実数値のアップですので、赤さの杖で効果が反映されて、まあ、攻撃力3100になっちゃいましたね。これベネットなしやからね。ここにさらにベネットをぶち込むことによって攻撃力がぶち上がりまして、攻撃力4400です赤さの杖生物金メッキ4で熟知を高く、熟知582を保ちながらベネバフ込みで攻撃力4400やろ。で熟知582あれば蒸発妖怪のダメージは 81.6% 上がるんですわ。だからそもそも妖怪反応は火力が 1.5 倍になるんだけど、熟知500もあればねさらに 1.8 倍になるので、もうそらもうスキル爆発の火力妖怪起こってやばくなると。でしかも今回パーティー編成にねカズハがいます。カズハは2突効果で、場に出てるキャラクターの熟知が200上がりますよね。これで熟知をさらに200上げると、どうなってしまうんだこれ。熟知600さ、あれ入ってるか、発動してるか、なんかキメッキ切れたかな。赤さ切れてるわ。まあ、どっかでねこの妖怪ロサリアの本気をね見せていきましょう。でそう、この妖怪ロサリアの何がやばいかっていうと、まあ、ちょっとベネット貫突してるっていうのもあるんですけど、ベネット貫突したら通常攻撃が炎になるじゃん。だからロサリアの通常攻撃は炎です。で炎の通常攻撃を振るうわけで、炎元素ちゃんとつくじゃん。でそこにスキルとか、まあ、爆発使えば、まあ、ほぼほぼ妖怪反応が確定、もう鉄穴確定なので、そらもう気持ちいいわけっすね。ということで、まあ、この妖怪ロサリアは
正直私の中では星5キャラレベルで強いので、まあ、よかったらちょっとその火力の高さをね見ていただけたらと思います。はいやばない、クールタイム6秒でザンザン。気持ちいいんよな、炎元素つけてバーディクト。ちょっと待ってね、まあ、これ普通に素の火力でこれだから1万5000とか出てるんで、気持ちよくないっすか妖怪ロサリア、まあ、妖怪ロサリア赤さの杖が出る前からたまに話題にはなったりしてましたような気がするんですが、まあ、赤さの杖が出てからはかなり強いですね。この赤さの杖ちょっと舐めてる人が多い気がします。普通にこの武器強いっすからね、まあ、確かにゴマとかの方が使いやすいし、まあ、草薙とかは来年に持たせたらやばいんですけど、赤さの杖もね、まあ、ちゃんと熟知上げれてるキャラならめちゃくちゃ合います。まあ、で熟知活かせるやるキャラが今んとこセノとロサリアかな。ちょっと舐めてたでしょ赤さの杖、これ強いからね。セノ狙ってて、なんか赤さ引いちゃったっていう人は全然ロサリアとかに持たせれば生きるのでいいと思います。で一応まあロサリアで氷型で使うときはまあ二凸が必須です。まあ、爆発の持続時間8秒だとちょっと渋いので、まあ、それが12秒になるので、まあ、二凸で使おうって感じかな。必須なものは何ですか。赤さは欲しいけど他の槍でも別に和白炎ロサリア妖怪とかね、別にゴマロサリア妖怪でも別に強いから必須なのは二凸ですね。二凸してないと爆発の持続時間が8秒しかないから、まあ、二凸はあった方がいいかな。めちゃくちゃ気持ちいいからマジでこの妖怪ロサリアは、まあ、探索でも使えるし、あの前回半年前にね妖怪ロサリア配信で使ったけどめっちゃ強くて私気に入ってたんよ。ずっと配信やりたかったんよねだけどピックアップ来てないのにロサリア使うのもなって思ってずっと眠らせてたんですけど、ちょっとロサリアのピックアップが来てね、気持ちいい。スキル4万2000ですぞ、攻撃力上げちゃいますぞ。あー耐えられないな誰も。どうすかどうすか、どうですか皆さん、この妖怪ロサリア気持ちよさそうでしょ。ぜひね使ってみてください。でしかも、まあ、テンプレベルまだまだ11なので、まあ、もっと上げてもいいな。でまだ私カズハとかシャンリン解き放ってないんで、まあ、このパーティー多分螺旋12層余裕のよっちゃんなので、まあまあまあ、まあ、ぜひね見てってくれメンス許さないいやー気持ちいい。原神は星4キャラクターでもめちゃくちゃ強いキャラクターがたくさんいるから、片落ちのキャラとかいないからほんまに最高だわ。ちょっとこれでロサリアをねちょっと評価ね改めてくれる人が増えれば、ね、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。許さない。これ熟知何本 ?708 攻撃力が5297ってやばない。フータオより高くない、バグってるな。まあベネットで攻撃力1000上がって、まあ赤さの杖貫突ってのがちょっと大きいけど、これはやばいな、ステータス化け物ですね。でしかも、まあ、赤さの杖がね回心高い武器なんで率73ダミ186高いでしょ。でロサリアパッシブでね、うん、元素スキル後ろから当てれば 12% 回心率上がりますから、もっとステータス上がるし、まあ一応ゲンチャも意識はしてる 129% で。どうこのロサリア化け物じゃない、ウェイ、あ死んだ。なんか赤さ持っててロサリア二凸してる人はぜひ触ってみてほしいですね。うん、螺旋いけますこいつは、かなり余裕でいけますので楽しいっす。あ普通にお手軽3万3000ダメージ気持ちよすぎるいやそうだからすごい、何よりねやっぱ元素スキルのクールタイム6秒っていう使い勝手の良さと、爆発のねエネルギーも60っていう普通にシンプル使いやすいので探索で向いてるな。であと夜の移動速度 10% アップとかね、この攻撃力5000ホニャホニャで5400とかあって、熟知が400とか580とかあるのがこのロサリアのやばいとこですね。生物キメキ4です。赤さの杖ロサリアなので生物は、まあ、熟知もそうだし回心率回心ダメージも当然そうだし、まあ、ロサリア爆発回したいんで現茶も大事だ。生物は結構柔軟につけてます。結構熟知は意識して432攻撃力は熟知時計なのに攻撃力2000あるのが、まあ、赤さの杖のやばいとこですね。星4武器なら何になる。ロサリア妖怪型で星4で使うなら何がいいかな。なんか期待に十文字層良さそう基礎攻撃力高くて熟知もあってスキルにダメバフ入って爆発のエネルギーが溜まる効果だからね。ああ風神の矛もいけそう。配布武器の風神の矛、妖怪ロサリアいける、期待に十文字層もいける、セーフ槍も当然いける、死闘もいける。田中は無理だな。田中いけるか、攻撃力低いな。ああでも田中もいけるな正直。ベネットで攻撃力上げて、貫突ベネットだったら通常攻撃も炎元素になりますから、まあ、それで妖怪ずっと炎の影響にさせてね、妖怪起こしていきますから、田中槍ももはやいけますね。ちょっと回心欲しいけどね、正直。うん、回心が上がらない槍の場合は結構ステータス
配信足りなくなると思いますが、まあまあ田中も行けなくなさそうだ。結構武器の選択肢は多いかも。まあでも赤さがやっぱダントツで強いですが、な感じです。こうやってベネットでこう攻撃力上げて通常攻撃を炎にする。でそしたらスキルで爆発で。お強強。俺ね妖怪反応通常攻撃が炎だから。で炎と氷だったら基本的に炎元素が残るんです。残るので、ね、スキル爆発で妖怪反応が確定するわけです。ほぼほぼ。5万とかで出たな。気持ちよすぎるな。いやロサリア星5キャラなんやって、実際。このパーティーってか、このギルドで使ったら。マジで強いからね。うん。普通に、あやかレベルで使いやすい。やばい。明かさないときつい。いや、なくてもいけると思う。一回試してみますか。ダインとかにしてみる。俺、まあさすがに火力はめっちゃ落ちるとは思うけど。冠は回線率にしないと回らないな。言うて火力だいぶ出ると思うな。1720、熟知479ありますからね。ベネットで攻撃力を上げて、通常攻撃で炎をつけながらスキル爆発でバーディクトしていく。全力攻撃。おい、ベネットで攻撃力2990。まあ1000級の火力になるので、これで。まあ十分じゃない ?2 万6000とか1万4000とか出てれば、なんかちょっとずれちゃったけど。まあ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 。メインアタッカーとしては使っていけるラインな気がするな。2万1000とか出ますからね、6秒に1発。やっぱ赤さの方が強いのは間違いないけど、火力としては十分かな。強いな。楽しすぎる。みんながそばに。いやー、久しぶりにロサリア使うと、バリオ漏れ。バーディクト！許さない。な、回信率が低いな。3万3000。十分すぎるな。諦めた。ナイス。ちょっと回信率低い。あ、低いわ。53% や。なんか回信出ないなと思ったら。まあやっぱあれっすね。赤さがないと、ちょっと回信がもともときついキャラ。ロサリアって突破が攻撃なので、やっぱり武器は回信が上がる武器を持たせてあげたいな。死闘とかの方がいいんかな。死闘に変えて、あんまり回信ダメージにしてみるか。これでどうでしょう。率65。まあなかなかやっぱ回信は、回信が欲しいっすね。漁獲は？漁獲ロサリアはどうやろ。スキルも強いキャラやからな。まあなくはないけどな、全然。なんかそれだとなんか絶縁で爆発で火力出していく感じになりそうやけど。あ、強い強い強い。どうすか？死闘砲の槍の精錬ランク1なんてみんなは、まあ原神で課金してる人は持ってる。1本ぐらいは持ってると思うしさ。まあ、金メッキ4もさ、私の時計別に全然強くないしさ、君らでも組めますよ、このロサリア。テンプレベルだって、6、11、11ですよ、このロサリア。やっぱ強いね。妖怪ロサリア、赤さが来てほんまにトップレベルの火力、もう星5アタッカーみたいな感じやけど、全然使えるわ。強えな。これは、シンプルに、ロサリアのキャラパワーな感じがする。いいぞ、スコだぞ、これは。震えなさい。震えなさい。許さない。いや、とにかくスクールタイム6秒のスキルが使い勝手がいいですね。5番はどう？赤さと5番だったらロサリアの場合は赤さかな、熟知上げるので。まあでも全然5番もありだと思うよ。全然いけますね。じゃあちょっと赤さに戻そうかな。じゃあちょっと本気で、ちょっとパーティー回すか。ちょっと私が大好きなモシリの殻で。モシリはほんまに試し切りに向いてる。冒険だ、爆発切って、シャーニーで爆発切って、まあカズハで吸い込んどいて、あ、死んじゃった。まあまあまあ。5番線やば。で、さらにカズハでこう、熟知を上げると、攻撃力が5100とかいう化け物になります。カズハとか金メッキ4で熟知782になれば、赤さの杖の効果で、今計算した782の 272% が2127です。だから、熟知高くしすぎて、赤さの杖で、その熟知を攻撃力に変換して、2127上がってる。だから赤さじゃなかったら攻撃力3000になってるね。まあ、3000でも十分だけど、赤さで攻撃力2000上がってるのはやばい。で、そうなったらまあ5万とかね。入っちゃうんすわ。もう相手死ぬね。あ、気持ちいい。どうすか赤さ。やばいでしょ。赤さの杖は強いって言われてたからね。あー、強っ。気持ちよすぎだろ。これが、皆さん、知ってましたか？妖怪ロサリアです。うん。まあ、ロサリアピックアップ来てるんでね。まあ、放浪者ココミンで狙っててロサリア来ちゃったっていう人は、全然外れではないと思うので、ぜひ使ってあげてください。気持ちいい。気持ちいい。6万戦。あ、終わったわ。早っ。ということで、まあ、螺旋も多分余裕ですね。ロサリアってガチパンなかったっけ？あるよ。アヤか、ロサリア、
カズハココミンの神羅転生とかがロサリアのガチパ。ロサリアって使用率何パーセントぐらいあるんだろう今らせん。まあ、ディオーナ使用率高い。あ、ヨーヤも使用率高い。まあ、そらそうやな。2.3% ですね、ロサリアの使用率。まあ、高くない？レイラ、コレイより使われてるし。スクロス 0.7%? おかしいだろ。いやー、螺旋の使用率は、まあ、強さってわけではないな。スクロースマジで強いんだけどな。で、今の螺旋特に。てかまあ、スクロースいつも強いんだけど、カズハばっか使うから、使用率差が低いんだろうな。2.3% はめちゃくちゃ頑張ってますね。北斗と同じぐらいって考えたら、北斗もだいぶ螺旋強いので、全然激化パーティー、火炎連覇とかでも使えるし。やっぱロサリアは、なんか正しく評価されてますね。いいね。良いね。何のチームメンバーが見たい？ちょっと妖怪ロサリア使います。カズハがいるパーティーは、吸い込みが強いので、で、吸い込みが刺さるのは前半なので、まあ、シャドウハスクとか吸い込みのカモだから前半。ティナリー、あ、ティナリーいいね。ティナリーやるか。ティナリーメインアタッカー編成。ティナリー、ナヒー。また見識を広められそうね。やっとわらわのことを思い出した。いや、ティナリーでガチパ組むなら、まあ、ティナリー、ナヒーだ、ヤエミコみたいな感じになるんだろうな。こういうパーティーで組んでる人結構いそうだけど。そう、ティナリー使うならヤエミコ入るんですよね、大体のパーティー。ヤエミコ手加減する？オッケーオッケー。ラスト一人は誰がいいかな？まあ、マジで誰でもいいけど。まあ、炎元素キャラじゃなかったら誰でもいいね。まあ、無難に勝利か？勝利先生でいいか。勝利先生、武器も生物も適当でいいから、スコですね。これでいいかな？勝利先生、初心者は特におすすめだけどな。高級ピッケルだし、そもそもの話。ヤエミコ、カグラ。ヤエミコ生物なしでいいかおめは裸で。まあじゃあヤエミコ裸で、うん、生物なしでいきましょう。じゃあ前半妖怪ロサリアで、後半ティナリーダヒーダ裸ヤエミコ勝利でいきます。5万5000。気持ちよすぎだろ。気持ちよすぎだろ。このミリ残りしてる敵がいっちゃうぜ。エネルギー溜まってない。新たな命を震えなさい。カリラクトキ、行けロサリア。11万。え、そんな出んのこのパーティー。え、あ、ちょっと11万。え、サムネにしたらよかった。11万ダメージ。制限時間見てなかったわ。ナメプしてました。あのナヒーダの貫突効果使わなくていいやって思ってた。ちょっと本気でやります。星さんチャット狙います。はい、全然いけると思ってたけど、諦めて。炎シールド壊すのに手こずってたっぽいな。しゃねえな。ちゃんと使えるもん全部使おうか。はいはいはい、いいよ。タイムいいよ、タイムいいよ。許さない。爆発、吸い込み、センカリン、カズハ、ロサリア爆発、スキル、領域、灼熱の線だよ。衝撃は、いけ。いや、まあこいつのシールド削りながら、やべ、領域展開しちゃった。やべ、このコア壊した方がいいんだな。絶対壊す。バーディクト、熱々でしょ。そこだ。コア壊れろ壊れろ壊れろ。オッケー。雲が来る、借りなく時。絶対カズハで炎の竜巻になるのうぜえなこれ。常に炎シールド浴びてるから。危ない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 。いや、回復はしない。全部避ける。燃え盛る戦艦。全部避ける全部避ける全部避ける。バーディクション、勝てるよ勝てるよ。あぶね、あとちょっとあとちょっと。領域散らまくを回復しよう。いや、回復しなきゃ無理だわ。ウェイウェイ、あとちょっとあとちょっと、あとちょっとあとちょっと。ふわ、落下攻撃、ペシペシ、スキル、オッケー。7分以内にクリアしたらいいよな。1分16秒やな、いけるな。呪言律令チョック、天丼万象、スキル、領域展開、貫突効果使っちゃいます。死の剣剣波、はい、ナイス。マークつけます。さっきね、このアビサルビシャップのやつらにね、マークつき忘れてたんだよね。それでロスタイムにもなった。覚えたわよ。はい、おい。いやいや、領域展開。あ、ナヒーダでマークつけてない。防御力下げますぞ。銃撃、銃撃、シュレンマインだよ。
はい、シールド点、あ、裏画面いた。あぶね、ここにある。あぶね、ウィンドウスキー押して裏画面に行くわ。はい、あ、当てピギー、ナイス、余裕です。シナ、こんだけ余裕だけど、八重美子は生物全くつけてません。あー、ナメプナメプナメプ、気持ちいい。余裕よ、うん、いや、やれると思ってやってますからね、私は。バーベキューは中止。全力こうわー、バーベキューの時間だよ。バーベキューだけは、 お前にバーベキューはさせない。ちょ、バーベキューされると解除できない。バーベキューすんな。よし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 、オッケー、バーベキュー殺した。燃えろ。はい、でこうやってカズハのロサリアの領域に無理やり引っ張る。えぐいな、カズハマジ。オッケーオッケー、バーベキューはさせなかったんで。諦めて、え、今ロサリアの通常攻撃で7万入った、やばないわ。そっかそっか、貫突ベネットで通常攻撃が炎攻撃になってて、熟知700あるから、このあ、ちょっと今やばかったくない？なんかさっきも死んだな、大ダメージで。このロサリアは、あの、赤さの杖とベネバフで攻撃力5500ぐらいいきます。で、貫突ベネットで通常攻撃が炎元素になってて、カズハで炎のバフも上がってたら、了解反応の通常攻撃で7万入るわ。やば。了解ロサリアって通常攻撃も強いんだな。まあ、まあ、そらそうか。バチボコに強い、この編成。ベネット、ベネットエネルギー貯めろ、お前。やべ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 、諦めて。ちょ、早くこいつ倒さないと。バーベキューされる。通じないなら、オッケー。バーディクト。無理やりここに引っ張る。オッケー。領域展開、もみじ場を散らまく惜しみ。よ。通常攻撃でも、めっちゃ火力出てるな。つえー。じゃあこれベネットバカつきって、戦火人切って、そうだよね、枠よね。ちょっとずれてたか。引きずり込んで、スキル当てて、バーベキション。よ。つえー。パー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 、許さない。はいはい、妖怪エロサリア、気持ちよすぎる。はい、で、まあ、マトリックスは、まあ、激カパのカモの助なので、まあ、ティナリでもう余裕でしばきます。1発2発3発52500、修練満員だよ。あ、インジビル状態、姿を残す。はい、なんかヤミゴが勝手に解除してました。一応目を覆えば、うえ、シュレンマインだよ。ゆっくりになんちゃうし。まあ、めくらぼし。フォロー者の環境が変わってないんでいいんですけど、ココミンのね、1年前の動画はね、あの、カイカパに、あの、そもそも草元素が出る前の動画なので、カイカパでのココミンの使い方を解説してないんだよね。あの動画はね、ちょっと古いので。あ、次ココミン復刻来たら動画作り直そうかな。諦めて、震えなさい。どうぞ、準備しとけばよかったわ。反省。まあでも、私の配信見てる人は、あの、正しいビルドなんて分かってると思うから、まあ、それを参考にしてくれ。はい、吸い込んで。ほら、お手玉しちゃうよ。妖怪ロサリア強すぎる。やば。許さない。やばい。でも、もう終わり？妖怪ロサリア気持ちよすぎた。はいはい、アビサルビシャップ。私のお家にいらっしゃい。領域展開。一応目を追えば。あ、これ一応目を追えば、もっと早く早めに使うべきだな。律令十五。直十五。天丼万象。バーン。日曜日をフォーエバー。マークつけ直して、領域。直律令十五。で、ちょうどティナリのクールタイムが、いい感じで溶けてきて、三連射からのシュレンマンインからの、もう一回スキル打って三連射。はよ。秒やん。強すぎるな、このパーティー。八重美子生物全くつけてなくて、このタイムやばない。なかなか気持ちいいらへんでした。ありがとうございます。